どうもみなさん、こんにちは。こんにちは。ではこれから、二千十八年、本試験、公表、解説、国税専門官。こちらを始めていきたいと思います。レックス専任講師の丸尾明です。同じくレックス専任講師の松浦と申します。どうぞ、よろしくお願いします。 ででは早速すけども先生、の今年国税専門官、ちょっと教養、専門、難しくなったということですけどもそうですね、今現在のところなんですけれども、皆さんに出していただいた成績診断の方で、データを見ましたところ、平均点でですね、教養試験がマイナス1.1、専門試験がマイナス0.7と、合わせると結構なマイナスにないますかね。合わせて レックでは、はい、あのボーダーラインは発表していません、昨年のデータは出ておりますので、はいはい、昨年は、まあ、中央値で教養20点の人が、はい、え専門17点、書点合計、まあ、で37ですか、はい、それで受かっておりますので、はい、今年はそれより若干、あの 点数が下がってもるかもしれないからそうすると、組点合計で40取ってる人はね税務署訪もするなりなんなり可能性はかなり高そうですよね。ということになりますよね。まあそれぐらいしか申し上げられませんけど30後半ぐらいであれば取り方によっては合格できてる人いが40点足りなかった方でも合格できてる人は去年可能性は去年みたいにあるかもしれませんので。 希望してない。面接向けて準備を。そうですね。面接であの国税専門官あの給分の二とは言っても、あの実はほらね、あの採用が面接の評価順ですので、ええ、まあ税務署本問とかしてね、しっかり準備したところですね。はい。ではこの後は内容の方に入っていきたいと思いますが、それではあのまずえっと教養試験の。 その平均マイナス1.1になった中の,その知能の方からなんですけれども、はいはい、知能のほうしま,す、はい、まず英語の方は正解率60%以上の問題がすべてだということなのでかなり現代文の方は優しかったとただ、英語の方は5問中 A ランクの60%以上が2問でしたのでちょっと苦手な人にとっては1点ぐらいの差がついたところかもしれません。はい 先生知識の方はいかがですか知識の方はですね、はい、あのちょっと時事と、はい、それからあの自然科学がね、はい、若干ですけど、えーまあ、ちょっと時事の,の方はズバリっていう問題じゃないっていうのとあと自然科学の方はその科学のがねあの計算問題が、はい、ちょっと新傾向としてまあ新傾向といっても2011年2016年と。はい えー、あったんですが、はい、まあこれからの傾向になるってここですからねこれがマイナス1.1の原因になりますであと先ほどの知能の数的処理の方はちょっと補足なんですけども大体例年並みっていうところで60%以上の問題が16問中5つですね、はいはい、であとは、えー、B ランクといいますか、えー、40%から60%の問題が8問でしたので。えー まあ数的処理は16問全体でいうと、大いまあ半分ぐらい。は、まあ取れてたので、例年並みかなっていうレベルでした。はいはい、あの、そうすると、えっ、ー、と、現代文はいつもから割と簡単なんですかね。まあ今年は、まあたまたま現代文は解けたっていうレベルでしたね。はい、かなり精度に高いです。けどそうですね。これ、あの、国政専門家は。<laughs> 現代文できなかっったらちょっとやばいっ,やっぱり<え>、はい、知能系の方は英語の方が少し1点ぐらい取れなかった人と、うん、あとは知識系の方は先ほどの先生おっしゃった時事と自然科学、はい、その辺りがちょっと正解率が低い問題があったので、うんで、うん、1点2点ぐらいちょっと平均より下がってる人もいるかなっていうことこ、ねはい、そうするとあれですか先生あのまたちょっと知能の話に戻るんですけれども。はいはい あのまあ、英語はあれですかね、最近の方はちゃんと勉強するようになったから、取れているんですかねいや,やっぱり苦手な人はやってない人もいるんです、うん、いけどいい、はい、<あ>ただそこは、こういうい5問中3問は確実に取っていかないと、うんうん、やっぱり一点の差が出てくるので、うん、今後に向けてはやっぱり、英語の方もしっかりやるというのは、数的処理なんですけれども。はい これどうなんですか内部その数的承認内部の判断推理数的推理図形資料解釈について何かありますかまあ論理とかがちょっと難しいとかもあったんですけども整数の問題とかもやはりあの一般的に式の変形をしてっていうんじゃなくて、はい、単純にこう当てはめてとか、ね、そういう問題もありましたので、うん、なるほどパターン通りというよりは<ー>きっちり1個ずつやっていった方が出せるっていう問題もあったのであのの論理の問題であの整数とかの問題もそうです、ね、整数とか。整数とかね、はいはい 論理の問題あの、論理式だけで解けなきんないけど、やっぱり図をかかないとダメなんですかねまあそういうちょっと融合的な問題も、題専門職はやっぱりそういった分野も出たりしますねうんうん国政専門家は、これ、数的処理攻略っていうのは、コツは何ですかねまあやっぱり正解率が50%程度のものを半分ぐらいを見定めて、それをしっかり時間かけても取るっていうのが大事なので、ああだから、取れそうな問題をしっかり判断するみたいなですか、はい。はいああ なるほど。もう時間かかるのはもう最初からちょっと後回しにして。全部解きにいかないっていうのは大事だと思うんですね。そうですよね。はい、うん。はい。先生、つきましては専門の方なんですけども。はい、もう専門行きますかはいはいはい。はい、専門の方は。あの全体的に法律の方がちょっと難しかったという。あの受験生からも声がありますが。かそうですね。はい、まず、あの。専門は。商法ですよね。はい、商法が。あの。 まあ、例年難しいんですけど、はいえー、設立とあの期間、はい、で大体、あのまあ、だいたい商法を狙いに行くとしたらあの期間が一番分量少ないんで、はい、あので期間だけ勉強するという方も結構いるんですけれども、はいまあ、その期間については中レベルなんですけど、はい、もう一問の、ね、設立あんまこれ結構複雑なんですよね、はい、あの会社作り方ですけど、はい、これがちょっと難しい ちょっとじゃなくてすごく難しかった。実際40%正解率はありませんでしたね。40%切るってことは相当低いってこところなんで、設立はちょっとあの生半可にやったんじゃ点数取れないですもんね。はいえー、あとねもう一個はあの民法の前半部分は、はい、まあそこそこなんです、時効がちょっと難しかったってあるんですけど、はい、やっぱり後半部分がですね、はい、ちょっと難しかったあの委員の問題とか、はい、そのまあ。 えと家族法は予想通り親族が出たんですけれどもちょっと細かい問題が出ましたのでこれが難しかったのでこれが一つ原因になっているのかなという感じがえしますですね、平均点が下がった原因の一つがそれからとあ憲法と行政法の方はいかがですか。 あのすごい難しくなったんですよ、はい、あの特に行政法が、はいで。それと比べると、まあ、あの例年並みってことですよね、去年ちょっと難しかっただけで、憲法は、まあ、超優しいってわけじゃないですけど、中くらいレベル、はいでまあ、行政法はこれはまあ簡単です、はい、あのご,ご存知のようにそのあの、行政法は出る問題が決まってますんで、はい、行政事件訴訟と国家賠償ってやつで出てますんでね、はいで、そこの中でも、わ割と定番の部分が出てますんで。はい あの簡単だったと思うんですねあです正解率も40%下回ってるのは1問だけでしたので下回ってる得意な人だったら5問ぐらいいいけたっていうとうころですかね、うん、行政副審査法はみんな苦手なので、はい、まあしょうがないとして。そ、はい、そうですねあのそっか あのよくでも皆さんお出来になったと思うんですよね、救済法で行政事件訴訟と、さっき言いましたけど、国媒が出てないわけですけれどもね、はい、国家保証、えー、とこれは、えーと、ナンバー22は、えーと、何の問題になってる 国家賠償ですね、やっぱりね、国家賠償出てるんですけど、行政事件訴訟が出てないから。あ、だから B. なんですね、ここがあ行政事件訴訟が出たら、多分 A. だったと思うんですけど。行政副審査のが出てますんで、そこが原因はね。はい。はい。そんなとこだと思います。はい。じゃ、先生、あと、えっと、経済系なんですけど、こちらの方はどうだったんですかね。はい。まずは、あの、必須の方の会計額が、ちょっとこれが難しくて。あえ、八問中、四十パーセント以下の。 正解率の方が半分の四問ということで。なるほど。まあちょっと勉強してる人でももう本当に三点四点ぐらいっていう人も結構多かったですので、ね。会計学はそんな難しいもんなんですか。うん今年ちょっとあの C っていう問題が八問中四問でしたのでほうほう。これあの知識ですよね。仕、はい。仕分けじゃないですもんね。仕分けもあの最後の十六問十六番っていうのがあったんですけども。これはいつも正答率が低いんですか芝、ねはい、分けは。はい それれ以外は覚えればとかなるでもただ、はい、<ー>細かいテ、はい、ーマから。そで、必須の会計額がちょっと難しかったのが、専門の平均点があ<ー>まあ去年もちょっと下がりましたけれども、うんで、またさらに下がったという原因が、この会計額も一つが原因、大きいと思いまうということは、専門が下がった原因は、商法と民法後半部分にと会計額ということになりますかね。 あ、会計学なんですけども、あの、しっかり、しっかり勉強してる人が。あの、関連マークしてる人と同じぐらいの点数だったとかっていう人もいたので。ああ、そういうことですか。しっかり勉強してても、関連マークしても。これ、いすいす、は点数がその稼げなかったっていうところは、やっぱり一つ大きいですね。昨年の場合は、会計学なんか勉強した人はね、結構取れたんです。よね。それに比べると、ちょっと勉強したぐらいじゃ取れなかった。ああ、これ厳しいですね。はい。 でちょっと先端しておりますけども、会計学の専門の記述が、あのまたそのテーマもちょっと書きにくいテーマだったので、あ、そうなんですか。はい。それで、専門技術が、はい。法律の技術の会計学ですね。会計学はえっと固定産ですか。はい。ああこれ全部証文全部難しいですかこれ。消文に三が難しいのかな。ま括弧二がちょっと難しい。括二が難しい。のかああでそれで避けてあの民法とか。 先生のずばり山当てになさった民法とか憲法の方の論文に変えたっていうまあまあ的中もあらでも的中はすると思うんですけど今回のやつはねなんて憲法が衆議院の解散なんで解散最近サイトばっかりですからねこれ予想しない人は多分いないでしょうしあと民法はこれちょっと前の都庁の規律で出た表憲大臣第二類型の典型的な判例 で、はい、あのもしかしたら民法の規律全然勉強してない人でも、あの民法一勉強してる人だったら書けだったかもしれないよ、ね。あ、そのぐらいの程ですね。だからこの会計学避けて民法に行った人いるんですかね。はい、ねそうですね。はい、なるほど。それで,で、はい、マークシートの確一も専門規律もちょっと会計学は難しかったかなっていうところですね。うんうん、そうするとなるほど。あのよくあれですよね。 国税の記述って会計学が結構鉄板だってんですけどそうでもないかったってこともう本当に10年15年前からはもう山張って大体それの中から出るっていうパターンだったんですけどちょっと書きにくいテーマだったじゃああんまりこれ一つだけに決めちゃうっていうのは危険ですねそうですねある程度は選べるんですかね23回かった方が安全ってことですでは先生専門のマークシートの経済にちょっと移りますがお願いします 安定的に、まあ標準的と言いますか、経済学も、A. ランクが。六問中三問ですし、C. ランクがなかったですね。はい。確かに。はい。最初の例えば、二十三番の需要の価格弾力性っていうのはあるんですけれども。あの、これも、まあ双曲線、あの反比例のグラフで、弾力性が一になるっていう結論だけ知っておけば。計算もなく、答えが出すたっていうこと。それがあの、正解率六十パー超えて、A. になってますので。なるほど。はい。 まあそうういちょっと計算が難しい問題がいっぱい出そうですけど昨年もあの結論だけしとけばえ値が小さくなるという常数理論でそういうのもありましたので意外と計算が難しいという問題でそうですけどまあ簡単に解ける問題もやっぱあるので経済は、やっぱり得点源になったんですねなるほどそうすると今年のまあ国会盤色のね経済も割と基本的な特にあのマクロとかね、うん。 出た後もあるかあるから、最近なんかあの経済切っちゃって人がいるんだけど、最近の傾向で経済切っちゃうのはいろんな意味で危険かもしれないですね。そうですね。はい、基本的な問題だということは、はいはい、それから、はい、財政学の方ですけども、財政学も六問中 A ランクの六十パーセント以上が四問ということで、うんうんうん、そうですね。はい、確かにあの税金の問題とか,か。 予算の事情はちょっと細かいのが一つはあったんですけれども、はい、ただ、それ以外は60%以上でしたので、はい、得意な人は財政額は5問とか、6問い,いけてる人もいたということですねなるほど、はい、じゃあやっぱり経済、財政、まあ、国税専門家だからですからね、はいはい、やってる人はま、まず、点は取りやすかったです落ちるということはなかったような感じしますね、ねはいね。うん あと補足で経営学も難易度の差は結構あるんですけども、えー、例年、国税とか一般職は難しい問題があるんですが、うんえー、まあ今年もちょっと40%を下回る、ねえー、企業の社会的責任という一問、ちょっと難しいのがありましたが、はい、あなるほど、はい、このナンバー38のそうです、ね、これはえーと40%切ってますね。それ以外はまあ4問か5問解けてる人も多かったと思います企業の社会的責任っては、これはあんまりやらないですか、普通は。 テーマはあるんですけどもちょっと細かいといいますかんかいろんな試験所で今年そういうの多いですよねんかテキストに書いてあるんだけどそんなに指名されてないみたいな最近の事情を踏まえたようなテーマですとかほの科目と融合的な部分が出たりとかほの科目と融合してる部分ですね新しい最近の経営用語といいますかあと学系の政治学社会学社会事情も 6問中4つが A ランクでしたので学系をやってる人はある程度取りやすかったのかなっていうとこそうですよねあの、はい、特にあの政治学とかは、はい、あの国会パン職だとね難しいと思いますけど、はいはい、国税専門官は割と精度率高いでわりと国税専門官受験される人で、はい、英語とか選択する人ってうも結構多いんですか あのー、他の科目をやっていない場合に、これに <laughs> 一般こでしたら結構、英語を選ぼうというアドバイス、<laughs> いないですけどね、英語、はい、国税専,、あのー、専門家は一般的に英語が難しいので、はいはい、あんまりおすすめできないですけれどもね、はい、特に商業英語はちょっと難易度高いんで。そうですね、えーはい そうしましまたらやっぱりあの専門の,その5科目をちゃんとやって国税専門家に関しては普通の専門でやってたでしょうねは専門のまとめをしますと民法の2とそれから会計学、商法それからあとはまあその経済のところで計算のできる、できないの差ができたところが点数が取れなかった人はそこが差になってるんですかね。 最後に先生、はい、あの専門の論文の話に移りますけれども、先ほどはまあ憲法と民法は書きやすかったお題で、ええ、だったということで、じゃあ,あの、のるおさんあの、えーと、経済学は経済学はあの消費者理論の効用最大化とか、はい、そういったところが結構出てきたんですけれども、ほほほほほ今年はちょっと生産者の理論で、はいえー、ただ、テーマとしては、 損益分岐点、創業停止点っていうのは、あのマークシートなんかではもう結構品質が高いので、そこをきっちりかけてる、抑えられている人は経済学もかけたと思います。そんな難しかったと。そうですね。まあ標準っていう形ですね。はい。それからえっと会計学難しかったですね。そうですね。はい。社会学はこれどうですかね。社会学の方に逃げたっていう人もいましたね。そうですよね。これあの。 ウェーバーの支配の三類形ってね、分あの私は丸尾さんは専門じゃないですけど、それでももてますんね社会科学でもやりますし、経営学でも実際、ちょ経営学でもやるし、経営学でも政治学でも行政学でもやるって感じですよね、こうやったらね、あと、風光の権力、これは割と難易度低かったんじゃないでしょうかね。きっちり対策している人は書きやすかったテーマだったかもしれませんそうですね。 だから今回はですか専門技術で、ちょっと難しかったのは、あの。会計学部で、会計学部で、はい、他はどれ取っても、とりあえず。対策している人は書きやすいテーマだったですね。はい。そんなところですかね。はい。あと、最近思うのが、やっぱり受験者数も減ってますし、で問題が、なんか年々難しくなっているように思うんですけども。そうですね。それでボーダーが、もっと下がっちゃうっていうのは、先生どう思われますか。 受ける人が少なくなってね。はい。問題が難しく。なってね問題が。ちょっと考えてほしいです。<laughs> もっと。ただ、あの経済とかが、やっぱり、あの解きやすい問題になってるっていうのは、はい。いいんじゃないですかね。あの、他の試験所で、すごい経済難しいやつもあるじゃないですか、はい。はい。解けないような問題出てくる。国家一般職も、ちょっと前までは、ちょっと難しかった。まあ、一問ぐらいは満点不正義みたいなのが、まあ、結構あったりします。はい。だから、まあ、それに比べるといいんですけど、やっぱり、もうちょっとね。はい。 優しくしてほしいですよね。ということでまあ皆さんあのボーダーは去年もちょっと専門が難しくて下がったんですけども、またさらにちょっと下がりそうという。そうですね。だから希望してないでね。はい。これからの二次に向けてはい。あの準備してほしいですね。これから人物試験対策の方もしっかりとやってやってはい。自信を持って望んでいただきたいですね。ぜひねはい。あの合格を勝つはい。ただきたいですね。はい。それじゃ。 そろそろこれで表、はい、公表を終わりたいと思いますけども。はい、はい。それでは、えー、これで2018年本試験開設公表国税専門家の講義を終了します。どドみんさん、お疲れ様でした。ありがとうございました。